渡辺線は、かつて、千葉県東葛飾郡船橋町の船橋駅と、道県道郡葛飾町の渡辺駅とを結んでいた、総武鉄道の鉄道路線である。渡辺線の前身となったのは、京成電気軌道渡辺駅及び、北総鉄道船橋駅の郊外側線である。成田への延伸工事を進めていた京成電気軌道は、レールや枕木、 バラストに用いる砂利などを大量に必要としており、北総鉄道との貨物連絡は、木の川沿岸などで採取された砂利を、常磐線から短絡するルートとして考えられた。両社の社長は、当時ともに、本田定次郎が務めており、関係は親密であった。形成側が600ボルト電化、機間線 372mm であるのに対し、北総側は、非電化、 期間1 6 7 m m と規格が異なっていたため、郊外側線を両者それぞれ伸ばして、接続地点で貨物を受け渡す形となった。この郊外側線が活発に使用されたのは形成が成田花崎町駅まで延伸した頃までで、以降は放置されていた。渡積駅配線図。右方が船橋方面。戦術したように当時の形成。 北総両社の関係は深かったが、船橋駅と京成船橋駅が200メートルほど離れている関係で同駅での乗り換えは商船に軍配が上がっており、商船との対抗に熱心だった本田定次郎は郊外側線の旅客化を考えた。1929年に京成側の郊外側線を北総に譲渡し、北総による旅客化を申請した。電化設備を撤去して、 軌道を 1067mm に統一し、貨物設備も渡積駅構内にスイッチバックして、侵入する貨物ホームを新設した。こうして、渡積線は、北総鉄道を改め総武鉄道の路線として1929年12月25日に開業したが、旅客化申請と前後してホンダが、北総社長から退任し、両者の関係が変わったことで、 渡た線の重要性はすでに低下していた。乗り換え需要は予想に反して伸びず、1933年度の1日、平均乗降数は8人というありさまで、運用コストに到底見合わないものとして開業して4年で営業休止申請が出されている。それに対する利用者の反対意見もほとんどなく、翌年には営業廃止申請が提出された。なお当初は、 貨物連絡も想定して、貨物運輸の申請も行っていたが、認可のために必要な貨物営業運賃の設定が、最後までされず、営業成績にも全く計上されていないので、未実施に終わったものと推察される。廃止時期は後に、総武鉄道を合併した東武鉄道の記録等では4月3日とされるが、廃止届には4月1日と記載されている。また、 廃止届が受理されるまでになぜか半年を要しており、その影響で、渡積線の廃止は官報に記録されていない。廃止後跡地は道路に転用されたが、渡積駅の貨物ホームは昭和20年代後半まで残っていたという。1929年12月25日の開業当時は上下とも一日十8本設定されており、そのすべてが船橋線柏駅。 野田町駅に直通した。翌年5月のダイヤ改正では、渡辺線直通列車が1日19本中15本に削減されている。ABCDE 白度 2008,P154,ABCDEFGH 白度 2008,P155,ABCDE 白度 2008,P156,AB 白度 2008, ピアニッシモ、 156-157白度2008ピアニッシモ157-158地方鉄道運輸開始官報1930年1月11日 AB 白度 2008B157 ありがとうございます